次にフレームスライダーを60フレームへと移動してください。このフレームでは降下した飛行機の向きを戻してモーションパスの先を向くように回転させます。赤のヘディング軸のサークルか緑のピッチ軸のサークル、どちらからでも構いませんのでドラッグして回転しモーションパスの先を向くように回転してください。60フレームと同様に 120フレームにも回転角度をつけてください。回転させたらフレームスライダーをドラッグしたり再生ボタンを押してアニメーションを確認してください。